戦争遺跡をどのように保存して公開するのかっていうのが、これからどん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 コンクリートのものは傷んでくるんで非常に問題なんですよね。だからまず今は調査をしっかり担当者がなさってるところです。鹿児島から沖縄までの島々のところですごい入江とか海峡を持ったところっていうのは他の島にないんですよ。この大島海峡が一番いい港になったところなの。東郷平八郎さん、日本の連合艦隊率いて、明治41年にここにやってきたんです。そして視察してここ最高だって言って軍港に指定されたんです、大島海峡が。で大正9年に今夜に陸軍の築城城を築く部隊が入ってきて、で大島海峡の、東西の入り口、4カ所に弾薬庫と砲台を築いた。でそれまでもうひなびた漁村だったの。そこに全国から妊婦さんたちがね、奄美大島で大きな工事があるぞって言って集まってきて、商人もその人たちを目当てに入ってきて今の町ができたということなんですね。3台並んだら渋滞だって私言っちゃうんですけど、交差点とかないからね、急ぐっていうことなくね、ゆっくり時が過ぎていく、シンプルで素敵な自然が郷愁を感じるというか、懐かしさ、ふるさとに帰ったなみたいな、ああうちに帰ってきたよっていうようなね、なんかふるさとの原型みたいなところですねみたいなことを旅人の方がおっしゃることもありますね。肩の力が抜けてゆっくりと自分のペースで時間を過ごせばいいですよ。いつもご自分が住んでるところのことは忘れてリセットして帰られてくださいねっていうふうに申し上げてますね。